お盆お休みだった方は、まあ、そのお盆までの間とか、そのお盆休みが終わってからまた頑張らないといけないと思うから、みんな総じて頑張ってて偉い。お疲れ様。美味しいもんでも食べて、ゆっくり眠って、好きなことして、わためをめでて、わためを褒めて、わためを毎日見て、これからも頑張っていこうね。ね。いや、わためを食べてじゃなくて、ね、わためをめでて、わためと毎日一緒に過ごして、今日も頑張ろうね。スーパーちゃんありがとうね。なんかちょっと一言多かったかな。ん？わためを焼いて食べて。 No 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 no。 わためを茹でて。 No no no。 めでて茹でてじゃない、めでて。ほな、いただきます。行儀いいけど、のん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 、蒸して炙って、あ、怖いね、怖いね。このコメント欄は地獄かな、怖いね。揚げて鍋に入れて地獄なんだが、あ、寝る人おやすみ、めでヘビーして、ドゥ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 ド